吉野館は8世紀の日本で吉野地方に設けられた特別な地方行政区分、機関である。機内に含まれる。領域は現在の奈良県南部にあたる。吉野館の一山都国の吉野郡を分立させて設けられた。立所残編によると吉野館は群2、里3、里9とある。立所残編の大和国の群数は十四となっているため、 吉野軍が二つの軍に分けられたと思われる。設置時期は不明だが、俗日本紀の和道4年4月9日上には、山和の国吉野軍があるため、それ以降の泉館が設置された、令期2年に近い時期と思われる。資料上に登場するのは、俗日本紀の天平を4年7月5日上に、両計点4期内及びにカウントあるのが初で、同5年1月27日上に、 吉野館が所見する。国でなく、官という機関になったのは、この地にあった、吉野宮の管理にあたる役割があったためと推測されている。前日の通り、吉野館の設置は、吉野宮を管理するためという理由であるが、古来より吉野は、万葉集に、見れどあかぬ、吉野、雲井に外奥ありけるなどと読まれており、大和国とは別の縁国と意識されていた。 天平10年から仮称元年までの間に廃止されたが、廃止時期も泉間が廃止された天平12年頃であろう。ありがとうございます。